2023年1月、劇団員密着取材班はある場所を訪れていた。おはようございます。どうぞ。カムカムミニキーナ劇団員、柳瀬めいみさん。昨年3月から密着している彼女の取材、自宅でモーニングルーティーンを撮影させていただいて以来、2度目の訪問となる。そんな初めての取材から10ヶ月余りが経ち、彼女の生活や心境がどのように変化しているのか、そんな様子に密着してみた。おめでとうございます。顔だけ一回洗いますね。すいません。そうでしたっけ。はい、まあまあまあ成長です。あ、どうぞ。そうですね、もうバイトすごい動くんで、途中でスタミナ切れちゃうんで、絶対食べるようにしてます。なんかは必ず、でいつもはオートミールかパンにしてるんですけど、今日はパンにします。ちょっと卵がないんで、オートミール卵を食べたいな。そうですね、紹介してるんで、よかったらそっちも見てみてください。あれ、なんか反響っていうか、なんか美味しそうだから作ってみるみたいな、いつもお手伝いしてくださってる方とかから、普通に採用です。そうですね、なんか前のモーニングルーティーンで飲んでたバナナジュースみたいなやつ、寒いですね。これは切り干し大根、ちょっと最近食物繊維足りてねえと思って切りました。食物繊維と思って椎茸入れます。基本はあんまないですけど、お昼のラーメン屋でラーメンだけじゃないようにしようみたいな、なんか納豆持ってった人がするようにして、あとラーメンあんまり食べないようにとご飯にする。これ、陽子さんにお誕生日にもらったんですよ。めっちゃ可愛くないですか。これを持っていきます。オーバイト先あとで納豆も入れます。こんな感じ。
あ、そうですね。今度2月に高知でやる紙面劇の、私が出る方のパノラマ島の台本です。前回やったやつなんでボロボロ。紙面劇っていつもなら、いつもの本当の本公演とかだと自分のまあセリフをまあ入れて、で段取りのメモとかって大体演者さんがやってくださってたりとか、あとまあつけるだけつけたら休憩になって自分でメモしてみたいな感じの稽古なんで、台本はそこら辺にポイッと置いといて大丈夫なんですけど、紙面劇常にもう動きも大量だし、セリフも大量だから、なんかちゃんとセリフとか終わる前に段取りがしがしつけてったりとかするんで、自分で台本持ちながらやんないといけなくて、ちょっと稽古着に出してたらこんなの。最後のペールとかないし。見しました。あの地元にいつも絶対行ってる、あそこにもお守りがあるんですけど、あそこに来週行きます。一応東京でお友達と一回行ってきました、はい、基地でした。あそこのいつも行ってるところは戒めとして持っとくんですけど、あ、持ってると思います。ちょっと待ってください。去年大基地だった気がするんですよね。ほら、去年大吉なんです。そうですね、良かったかなって思います。いや、まあ悪いことがなかったから良かったです。ごちそうさまでした。化粧します。全然変わってないと思いますよ。どうだろう、舞台のメイク動画の時にも使ってたやつ、うん、匂い変えたんですよ。めっちゃいい匂いです。にしました。なんか華やかな香り。そうそう、着替えます。そうですね、なんかカムカム以外の外のお芝居に出たいってすごい思い始めたっていうのは変化かもしれないです。カムカムの公演になった時に成長できてたらいいな、はい、10ヶ月前普通の26歳の女性と変わらぬ日常を過ごしていた彼女。そんな彼女が一つ年を重ね、劇団員という生活でいっぱいいっぱいだった1年から、劇団員としてではなく一人の役者として新たな目標を持つことができた。そしてその目標を達成し、より成長した上でまた劇団員として貢献していきたいと話す柳瀬さん。1年間の取材も残り2ヶ月。そんな新たな目標に向かう彼女から、今年も目が離せそうにない。